こんにちは。賃貸のまさき、イメージキャラクターのマカスくんです。本日は奈良市法華寺町にございます、マーローマンションという物件の2階の部屋に来ております。それではマカスくんと一緒にご紹介させていただきます。はい、まずはこちらが玄関となりまして、玄関の方にはね、下駄箱を置いていただけるスペースも確保されております。こちらですね、玄関入ってすぐ右手側にございますのが、はい、こちらが洗面のフロアということで、はい、こちらが独立の洗面台となっております。また奥の方には、はい、室内洗濯機置き場、またこちらですね、お迎えの方にはお風呂場となっております。ゆったりと使っていただきます浴槽と、換気窓ついておりますので、湿気の溜まりにくいお風呂場となっております。はい、ではですね、こちら洗面フロア正面にございますのが、こちらの洋室となっております。さあ、こちらの洋室の方もですね、しっかりと広さが確保されております。はい、このような広さですね。プライベートルームなどにね、使っていただけるような大きさがございまして、こちらの方ですね、収納の方も奥行きもバッチリと、ございます。こちら収納となっております。はい、ではですね、また通路の方に戻っていきまして、右手側にはですね、こちら、はい、お手洗いとなっております。こちらがですね、洋式の綺麗なお手洗いとなります。ではですね、こちら正面のお部屋入りますと、リビングになりますが、まずは左手側にございます。もう一つの洋室の方ですね、ご紹介させていただきます。さあ、こちらの方もですね、しっかりと収納がございます。洋室となっておりまして、こちらも奥行きバッチリのですね、収納となっております。こちらのお部屋からもですね、バルコニーに出ていただけるようになっております。はい、こちらですね。広さの方もね、十分とございますので、はい、洗濯物もね、たくさん干していただけるような、こちら、バルコニーとなっております。さあ、それではですね、リビングの方に入っていきます。さあ、リビング入りますと、まずはですね、こちら、モニター付きのインターホンがございまして、こちら、マカス君おすすめとなっております。はい、リビングも広々ゆとりのある間取りとなっております。このようにね、広さがございまして、こちらからもバルコニーにね、出ていただけるようになっております。はい、キッチンの方はですね、このように上下にしっかりと収納がね、たくさんついております。シンクもね、広く取られております。調理スペースもございます。使い勝手のいいキッチンとなっております。はい、では最後のお部屋になりますが、こちらは和室となります。はい、6畳ほどの和室ですね。はい、向かって正面にね、このように大きな、押し入れ収納がございます。しっかりとね、奥行きがございます。1軒半ほどのですね、大きさがございます、押し入れ収納となっております。はい、それではこちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせがございます。はい、賃貸のまさきでは、来店予約いただきますと、仲介手数料特別割引キャンペーンなどを行っております。その他にもですね、各種、キャンペーンをございますので、お客様のご来店をお待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは、お客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。